天才ソプラノ歌手のシャルロット・チャーチっていう方が、デビューアルバムの天使の歌声っていう曲に収録されている曲です。で、それでは次は2曲目は、カルメンをハバネラをお聴きいただきたいと思います。この曲はアンドレア・ボッチェッティという盲目の
サラ・ブライトマンさんがデュエットで歌われて世界的に大ヒットした曲です。日本でも CM なんかで流れたりしているのでご存知の方も多いのではないでしょうか。この曲も日本語訳でお聴きいただきます。要求するのもなんですが、歌わさせていただきます。よろしくお願いいたします。